今回はですね、貧乏人の味方、袋麺。こちらは味噌味ですね。この味噌味をアレンジしまして、ジャージャー麺っぽいものを作りたいと思います。まず2つの鍋に火をつけて、片方の鍋に少量の油を入れて、ひき肉を入れます。それでしばらくひき肉を炒めていって、肉の色が変わるまでしっかり炒めたら、ここで長ネギを加えます。もしあったら生姜も入れちゃいましょう。こっちには水を入れていて、お湯が沸いてきました。ではこちらに麺を入れて、それで麺を入れる際に余りましたこちらの粉末スープ、味付けはこれだけです。これをわーっと入れて、これだけだと確実に焦げるんで水を少量加えてしばらく煮詰めます。こんな感じで汁気がなくなってきたら、ラー油を入れてちょっとピリッとさせて、茹で上がった麺に出来上がった肉味噌を乗せて、真ん中に卵を落とせば完成。袋麺で作ったジャージャー麺っぽいものです。付け合わせはたたききゅうりです。まあそりゃうまいっすわな。甘辛の味したい人は粉末スープ入れる段階で砂糖入れるなりみりん入れるなりして、ピリ辛にしたい人は同じく粉末入れるタイミングで豆板醤だとかラー油をドバッて入れれば、おのおののお好みの味に合わせられると思います。今回麺茹でるのと肉味噌作るの同時進行でやりましたけど、肉味噌は冷めてもうまいんで、肉味噌作ってから麺茹でたりしても大丈夫だと思います。一口コンロの方もぜひやってみてください。